はい、どうもこんにちは、ボイス TV です。今回はですね、情報動画撮っていきましょう。まあ皆さん、ウイニングイレブンアプリ2018、まあもうそろそろね、ウイニングイレブンアプリ2019へのアップデート情報なり、はい、まあ新情報でね、はい、が出てくるの、いつだ結構気になっている方多いと思いますし、うん、まあ他の YouTuber の人たちも、まあ予想、例えばこんぐらいに来るんじゃないかとか、まあこの時期にアップデート来るんじゃないか、こういう仕様になるんじゃないか、いろいろな話がありますが、今回ですね、この東京ゲームショー2018、はい、まあこれが開催される中で、一応コナミさんの方からウイニングイレブン2019の方と、ウィニングイレブン2018アプリの方も、はい、出展されているということで、なんかこれなんか新作のゲームだったりとか、うん、まあそういうのがなんかお披露目されたりとか、うん、この大会とか、ウィニングイレブンも確かコープの大会かな、はい、があったりとかするんですが、その中でですね、なんかちょっと気になる情報があったので紹介していこうかなというふうに思うんですけど、まずこのね、東京ゲームショーの方で、まあプレイステーション4の今発売されてるやつですね、はい、19のやつ、コープの 3vs3、うん、が楽しめるほか e スポーツステージも開催ということで、はい、大会があるみたいな感じならしいですね。で、一応なんか私有、まあ遊べるよみたいな感じで大会とかもあって、ノベルティがね、なんですけど、まあこういうのがあるということで、まあ、他にはね、じゃあ、ここに、他に、コナミさんのタイトルの、出展しているものがあるんですけど、この下ですね、ウィニングレブ2018。おぉ、あります。はい、まあ、iOS、Android と書いてありますけど、ここを押すとですね、もうベッカムちゃんがこういて、世界ね、累計 1.5 億ダウンロード。すごいね。で、ステージにて新情報の発表を行いますと、書いてあるんですよ。でこの時期に2018の情報を新しく言っても意味ないじゃん。なるほど。アプリの、はい、だってなんか2018のアプリ新情報ってもう終わりじゃん、19になるじゃん。多分ここで新情報19の、なるほど、ウィニングイレブンアプリ2019の新情報が発表されるんじゃないかと。なるほど。でステージあり、はい、CU はなし、はい、なし、大会もなし、なし、モデルティーなし、なし、ステージのみということでですね、ここで新情報の発表が行われるんじゃないかなといった感じですね。なんで今回 の東京ゲームショー行けば、もしかしたらウィニングイレブンアプリ2019、うん、ここのタイミングで情報が解禁されるんじゃないかというのが結構濃厚になってきたんじゃないかなみたいな一つあるんでね、まあ、皆さんも参考程度にね、うん、まあ絶対19の情報ってわけじゃないけど、でもウィニングイレブン2018のこの時期にステージにて新情報で、ウィニングイレブン2018アプリ、なんかランキングイベントやりますよ。舐めてんのかって話だから、それはさすがに、それは舐めてんのかって、お前もう19じゃん、ほぼ。みんな19言ってんのに、いやー、ウィニングイレブン18はね、まだまだ続きますよ、みたいな。何何ってなるから。これは多分普通に19のアプリの情報が発表されるんじゃないかなっていうふうには思いますね。ビジネスデイは9月20日、21とあるんですが、うん、まあ、ここね、要は企業関係者の人とかが行くあれなんで、まあ、そんなに関係ないと、うん、問題はその一般公開の日ですね。だから9月22と23、はい、これらの時に何らか発表、もしくはビジネスデーの時になんかその要はプレスのなんか記者の人がさ、記事にして、はい、まあ情報として発表されたりとかする可能性もあるんで、ここら辺で発表されるんじゃないかなっていうのはかなり熱いところですね。まあ皆さん、まあなんだろう、例年で言うと、まあ例年というか1年しかないんですが、去年で言うと、まあ大体11月の、ぐらいにアップデートされたんで、普通に、今作はちょっと早いですから、普通に発売も、家庭用の PS4 のウィニングイレブン2019の発売も、ちょっと早くなって、半月ぐらい早くなってるんで、普通に考えると半月ぐらい早くアプリも出てくるのかなと思うんですが、まあここで何らかの発表は多分されると思うんで、いや楽しみだなと。皆さんどうなると思いますか。うん、まあなんかいろいろね、今例えば、レベルアップ上限トレーナーがちょっと、はい、ちょっと渋めになったりとか、うん、急にね渋めになって、そうだね、なぜ渡さないみたいなのもありますし、はい、まあみんなが気になるのは引き継ぎとかかな。そうだね。要は選手の手持ち更新。はい、うん、で今までね、なんか要は17のやつからあるから、はい、17、18、A、B、C みたいな感じであるわけだから、そのやつを全部統一して。うん、向こうに送るのかどうかとかね、そういうの気になるところかなりいっぱいあると思うんですけど、うん、まあ、おもちゃ TV 的にはどうですか、どっか気になるところありますか、新情報として出てほしいところ。いつ来るかっていうね、そのアップデートが、そこが一番気になるところ、ね、そうだね、それがアップデートなのかどうなのか、うん、だからアップデートされるのか、あとはその昨年に出てた記事だと J リーグのライセンス、
がアプリに使えるみたいな感じの記事で、はい、それの大会があるよみたいな e スポーツ大会ね、うん、あるっていう風になってたので、そういうのもね、なんかその情報としてはどうなってんのみたいなところもありますし、最近だと PSO タイリーグ入りましたしね、コップンカーですよ、はい、どっちかっていうとやっぱみんなはね手持ち更新とかの方が気になると思うんで、そういう情報とか出てくればいいなと思うんですけど、はい、まあ何やともあれ、うん、9月22、23あたり、そう暑いっすよ、ちょっと情報ね、うん、またおもちゃ TV の方でも分かり次第ね、そうだね、あの出てたら、情報逐一出していければなと思うんですが、はい、ここら辺をね楽しみにしておくといいんじゃないでしょうかということで、まあここら辺楽しみだな、うん、19、ついにアプリの方でもね、はい、もうここら辺で情報出そうです、ということでまいりましょう、さよなら。